第33回竹井照彦天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあ以前もあの配信したんですが、オリジナル曲、おっさんおっさんどこ行くねんが完成しました。そして2曲目の制作に取り掛かってます。それでですね、今回2曲目はですね、以前のチャンネルで見ていただいたらわかると思うんですが、東京日本橋から、京都丸太町橋まで約500キロ東海道を歩いてね、27日間かけて歩いて、それをまあ1日2回配信しながら、歩いていったんですけど、まあゴールしまして、その道中の中でまあ見ていただいている方にこう詩を提供してもらって、このテーマの歌を作ろうということで、その2曲目を、タイトルはもう決まってます。僕の道という、未来に知るという。それでですね、今回はですね、その詩を募集しながらゴールしたんですけど、もうゴールの方が先についてしまいまして、それでまあ詩が完成してなかった。ねえ、じゃあ、今見ていただいてる皆さんに、コメント欄に、まあ、それで、まあ、DM でも、直接、詩を書いてきてください。ワンフレーズでもいいですから、たくさんの方が、送っていただきまして、今現在まで、こんな感じやって、これも決定ではないんですけど、これは、僕が、歩いてる道中の中で皆さんから募集した、詩でございます。僕の道、いつしか僕の道を歩み出す。踏み出す一歩の重さが僕に、いつしか人の優しさが教えてくれる。耐えられるのか、一人じゃない。みんなで乗り越えた道、新しい道のスタート、背中を押してくれる道に。というのが、今の段階で、まあ出来上がってはね、まあこんな感じにしようかとかね。でもね、結構ね、皆さんコメント欄に書いていただいたり、直接 DM に送ってくれたりして、この皆さんのワンフレーズだったり見てると、あ、ちょっと違うイメージでまた作れるかなと思ったような気がするようなシーンも来ました。この方はスノーマンさんかな？僕の道に晴天はあるのか？冷たい雨、心まで染みて、僕の道に朝日は昇るのか？暗い夜道、心まで闇に。でも僕は歩みを止めない。きっと晴れる。きっと朝が来ると。もう、ありがとうございます。いいんじゃないですか？僕の道に晴天はあるのか？ね。朝日は昇るのか？ね。心まで闇に。ってね。ちょっと暗んなるわ。でも、これきっと朝が来る、きっと晴れるっていうね、この希望が道という、こう未来に知るっていうタイトルになんか、合ってるような気がしますね。この方は中島博光さんかな？流れる雲、そよぐ風、流れる汗、僕に囁く足跡を数え、歩みを止めるな、道を歩め。道を歩め。というね。おー、なるほど。足跡を数えながら、歩みを止めるなっていうね。これもいい感じだ。いや、確かにね、こう、もう、辛くて、もう一歩が動けない状態にも足がもう、腫れて、その時に、いや、本当にこう自然というか、こう山並みとか見てて、なんかそういう風がスーッと田んぼ道のところを通った時に、すごい子供の頃を思い出して、んで、なんかね、そうそうそう、なんかこう、一歩ずつ行けみたいな、なんか声が聞こえてきた。なんかそんな感覚はありましたね。この足跡を数え、歩みを止めるな、道を歩め、道を歩めっていうね、確かに俺でこう歩いてても辛かった。本当にもう、そんでね、足跡を数えっていう、確かにね、俺、あれ、神奈川過ぎたあたりかな、万歩計を買ったんですよ。ほんで、万歩計で1日、だいたい20キロぐらい歩くんですよ。20キロ歩くってしんどいよ。ほんで、あれ、どこからどこまでやった？神奈川から静岡に入ると。いや、ちゃうちゃう。
神奈川から、あの、どこやちょっと忘れてしまいましたけど、それで20キロぐらい、もうヘトヘトですよ、万歩計つけて。ほんで、やっとまあついて寝床を探して、パッと万歩計見たら、8歩だったんですよ。壊れてて、な、万歩計ちゃうやんけ、思って。な、それも途中で見やって。なんか見んの怖いな、思って。楽しみにしとこう、思って。見たら8歩やて。まあそんなありましたけどね。まあたくさんの、あとはね、これ結構ね、一曲丸々作ってくれたんですけど、その中でちょっとフレーズだけピックアップさせてもらいます。この人は佐藤さん。ふざけるな。真面目にやれと、ガキの頃よく言われた。俺は真面目にふざけてる。これね、ちょっとね、おお、よう動画見てくれてたんやなって、この歩いてる時の動画を見てくれて、リアルに見てくれてたのか、改めてこうやって、この配信を見て見てくれたのかわからないんですが、俺ね、動画の中で言ってたんですよ。何か言うたら、歩いてる時に、道尋ねたりしたらどこまで、いや、京都まで歩いてるんだ。うわ、大変ですね。すごいですね。とか言って、称賛されるんやけど、いやいや、違うと。何にも偉いことしてないよと。こんなもんね、ただのおふざけやと。そんな一番偉いのは、こんなことをしてる時間をね、ない、みんな一生懸命働いてる人、こんなことをする時間が、余裕がある人、余裕はないんやけど、こんなこと歩いてるのは、決して、偉いことじゃないみたいなこと言うてたのよ。うん。そんで、まあ、こうやって、歩くこと自体が、もう大変なことなんやけど、でも、まあ、これを挑戦するっていうこと自体が、ふざけてるんですと。でも、ただこれは、僕らは、プロとして、このふざけてることをお見せするんですって。そんでみんなに楽しんでもらうんですって。ただそのふざけることに俺たちは真面目にふざけてるんです。これがプロなんですっていう。このコメントを言ったのそのままなんか、ふざけるな真面目にやれってガキの頃をよう言われた。俺は真面目にふざけてるって。これちょっといいんちゃう?と、このフレーズから入っていく。のは、なんかいいんちゃう?例えば、なんかイメージで言うたら、これサビのような気がするのよ。なんか、ふざけるな、真面目にやれと、みたいな、こう、なんか、いきなりサビから入っていく。例えば、あれ生き物係の、ブルーバードっていう、羽ばたいたらっていう、戻らないと言ってって、なんか、ああいうイメージでなんかできへんかなんかチャララチャララチャララララララなんかこんなチャララララチャララララララみたいななんかこんな感じのなんかこうふざけるな真面目にやるとみたいななんかちょっとうまいこといかれへんけどなんかこんな感じで言ったらちょっと、ええんちゃうかとか思うけどね。なんかサビから入っていくみたいな。で、まあ、曲調なんやけど、どっちかというとこの、生き物係のブルーバードみたいな、サビからバーンと入っていくみたいな感じ、いいんちゃうかなと。それとこう、なんかこう、懐かしさとか、なんかこう、田舎道を歩いてる。その時になんか子供の頃を思い出すとか、なんかそういう懐かしさみたいなんで、例えば、あいみょんのマリーゴーランドとか、じゃらららら、な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 らみたいな、なんか、じゃら、じゃらららら、なんか、こんな感じでできたらどうかなとか思うんやけどね。なんか、それをこうミックスしたような感じ。で、こうなんかこう躍動感が出るなんかこう、爆風のランナーみたいな、こんな、なんか、チャンランナみたいな、ね、なんかこう、チャンランナみたいな。ねねねねね。
こんな感じやな、なんかそんな感じができたらなとは思うけどね。テレレレなんかね、こう躍動感があってこう、うん、なんかそういう感じの曲、なんかこうミックスしたような感じの、曲ができたらなとは思うんやけど、あとはね、この方は、500キロ、キロってこういう字か、箱根の山よごめんなさいっていうこのフレーズ、これもね、これも俺動画見てくれてたんやと思うんですよ。あの箱根の山俺は舐めてた、本当に。あの簡単とは思わんけど、まあそこそこの、山やろなと、ほんで距離やろなと思った。とんでもない。雨の中、夜、ね、もう大丈夫、すぐもう夜が、開く前に降りれるわ、思ったの。とんでもない。登れど登れど、ずーっと箱根よ。おう。ずっと箱根。関西の芸人が東京に行くとき、箱根の山を越えられへんってよく言ってたけど、本当に越えられへん。大変、もう俺、もう泣きそうやったもん。それを見てくれてたんやろな。だから、箱根の山にごめんなさい。舐めてました、みたいな。あとはね、この方は、てる元気ですかさん。元気です。あれは女神か幽霊か。これもあれやな。俺が、あれもどこやろな、海沿いのとこ歩いてて夜真っ暗の何にもないとこ歩いとって、海側の松の木林が生えてるところにうっすらと、パッと見たら白い女の声、女の声やと思う、立ってんのよ、ありえへんところ、うわーと俺幽霊見てもうたの。あんなの子絶対人がおるわけだ。それがね、もうあれは女神か幽霊かみたいなこと言うてくれてるんやろな。あとは神社で寝れば賽銭泥棒に間違われる。確かにこれもね、あの神社で寝てたらね、警察が来たんですよ。で何してんねんって言われて、いや実はこう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 でって言って、ほんでようよう聞いたらなんか通報がいったらしい。で賽銭を盗むんちゃうかみたいな。盗むかよ思って本当に。あとはね、頑張れてるくん、頑張れてるくん、頑張れてるくんちゃうんかい、頑張れてるくんおもろいやないかい。ゴールが出迎え2、3人、そこで気づいた、ゴールが答えじゃない、ゴールまでだ、それが道だ。おお、これいい詩やんか。ねえ、なんかそういう感じで、おお、なんか最初のフレーズが、みたいな、なんかそのサビからバーッと入れる感じで、でほんでランナーみたいな、みたなんかそんなこうアレンジできたらなとか思うんですけどさ、この曲をですね、詩が完成できれば、まだまだ募集しておりますんで、いろいろこうまだね、この中でワンフレーズこう集めていってこう作っていきたいと思いますんで、よかったらぜひワンフレーズでもいいんで、コメント欄なり、DM に直接送っていただいてもいいんで、ぜひお待ちしております。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。